住紳一郎の日曜天国。おはようございます。2月27日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日をお迎えでしょうか。さて、スタジオの工事の関係がありまして、いつもは TBS ラジオの第7スタジオから放送しているんですが、今日は第6スタジオから制作しお伝えしています。はい、スタジオが慣れないもんですから、いろいろな不都合が生じてまして、早速本番前に2時間ほどトイレにも行けないものですから、先にと思ってトイレに出たものの、時間までに戻ってこれなくなりました。ドキドキしました。いいえ、本当によかった。新しいことの挑戦というのは大変ですね。びっくりしました、自分でも。息を整えてください。いいえ、すみません。本当に40過ぎの親父がトイレから帰ってきてハーハー言いながら話し始めるって最悪じゃないですか。日曜の朝から申し訳ございません。さて、今日はメールを紹介していきます。まず女性の方からいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。年明けからウクライナのニュースが続いています。先々週ウクライナ人の友人が心配になり久々に連絡したところ、大丈夫との返事。彼女と知り合ってから20年以上、彼女は今でも日本語の勉強を続けていると聞き大変驚きました。話は進み、 Zoom での日本語レッスンを週に1回することになりました。彼女の言語への学習欲はものすごく、私は日本語の教師の有資格者で実務経験があるものの、現役から退いて随分経つので、質問を受けた場合は後日まとめて回答。先日面白いコンテンツがあったら教えてと言われていたので、解説間もないこのラジオの YouTube 動画を進めました。ありがとうございます。ありがとうございます。この方は日本に住んでるんでしょうね。そうですね。2月13日分の動画を流しながら、わからない箇所で動画をストップさせ、字幕を見ながら彼女の質問を受け付けます。質問はその日のメッセージテーマ、ズルしちゃったことの赤服の話でした。あ、赤服とは何かから始まりました。うんうんうん。友人は来日経験ゼロのウクライナ人なので、日本人誰もが知っている伊勢名物の説明から必要です。というか、その土地土地に名物というものがあるという説明から必要です。さらに子供は食べる数が決まっているという日本の家庭の習慣もどうやら理解の範疇外らしく、決まっている子供の数がなぜと質問がきます。加えて赤服特有の箱への詰め方もズルの肝として省略するわけにはいかず、ね、私の説明は日本語と英語のちゃんぽんなのですが、ズーム通話の時間が限られているので結局後で答えますと私の宿題になりました。はい、レッスン後に赤服と専用のヘラの画像を送りほら隣のソースも少し取れちゃうでしょ、これがチートなんだよと教えたら彼女も納得がいったようで、このメッセージのエピソード自体が非常に印象的です、面白いですとの感想をもらい私まで嬉しかったです。ありましたね、赤服ね、取るときに隣のあんをちょっとズルしてたくさん取っちゃうっていうズルしちゃったこと、これがなかなかウクライナ人に伝わらなかったという。そうか、世界は広いんだか狭いんだか。この4日後にロシアの侵攻が始まり、私の心配するメッセージへの返事が12時間後にやっと来たときは本当にほっとしました。よかったですね。戒厳令下での列車での移動を強いられたようですが、出張帰りに乗るキエフ駅発の列車の運行に支障はなかったようで、今ふるさと行きの列車を待っていると最後に記されていました。友人が無事に家路につき、これから起こるであろうさらに厳しい状況を何とか乗り越えられることを願ってやみません。彼女が学生時代に志した松尾芭蕉の奥の細道の研究は、日本へのビザが下りず叶わなかったけれど、いつか一緒に行きたい日本の名所に伊勢が加わったね、
一緒に赤福を食べに行こうと話しました。コロナ禍に戦果とは何ということでしょう。悲しくてやりきれませんが、いつかは必ずお互い行き来ができるようになると信じ、毎日を大切に過ごしていこうと心に強く決めた次第です。女性の方からメールをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ウクライナに友人がいらっしゃるということで、心配な毎日を送っているようです。文京区からいただきました。テキーラおばさん、36歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。以前番組で薄いつながりの重要性を語っていらっしゃったことを思い出しました。そうですね、あれは東日本大震災の時ですか。あとはダイヤモンドプリンセス号の時に ね薄いつながりね、ここ数日ウクライナのニュースを見るたびに涙が出ます。私は中学の頃ひどいいじめに遭っていました。個人レベルではありますが、居場所を失い自由が奪われた日々を経験したことで、人の自由や権利、居場所を奪うようなことはどんなことでも絶対に許せないのです。私自身大人になってからも当時のトラウマに苦しむことがあります。だからこそウクライナに生きる子どもたちにそのような苦しみを与えていいはずはないのです。今この状況に対する憤りをどうしていいのか、しがない独身会社員の私に何ができるのかと悩みました。思いつく限り私にできることは、こんなことは間違っていると声を上げること、そしてわずかばかりの寄付をすることだけです。でも声を上げようにも SNS は使っていないし、普段から政治経済や歴史の話をするような間柄の人もおらず、伝える相手が見つからないので番組へメールをした次第です。唐突に当たり前の幸せを奪われたウクライナの方々を思うと息が浅くなるほど心が痛みます。日常の延長にある地下鉄に逃げ込まねばならない状況なんて間違っていると思います。世界中で聞くことができるラジオなら、もしかしたらウクライナで聞いている方がいるかもしれません。どうかご無事でいてください。スタンドウィズウクライナ、心はそばにいます。どうぞ皆さんご自愛ください。文京区の女性の方からいただきました。ありがとうございます、優しい方ですね。ありがとうございます。薄いつながりね、そうですよね、話しましたね。そうでした。こういう時は親兄弟知人というよりも知人の知人であるということが何かすごく役に立ちますという話でしたけれども、ちょうどね、家族とか子供ですともっと力を尽くさねばならない、本人の負荷も強く限界もありますし、かなりきつい限界もあるしということですけれども、知人の知人、なんとなく同じ番組を聞いている一人が辛い思いをしているということに対して非常に心を寄せることができるという特徴がありますよね。そうですね。もともとは40年くらい前の社会学者の研究なんですけど、最近またつとに感じますよね。ウクライナのニュース目にしますけども、こうして同じ番組を聞いて赤服の話で一緒に笑っている人が、あの空の下にいると思うと、また何か私たちにもできることがという気持ちになると思います。そうですね。さて、日に日にワールドワイドになってますけれども、まあ、そしてね、毎日なんとかね、ユーモアを持ちながら過ごしていきたいというところもありますね。はい、そうですね。イギリスからいただいています。イギリスの方はですね、ウクライナ情勢に関してではなく視力検査に関しての続報ということですね。視力検査の話も先週随分ご紹介しましたけれども。そうでしたね。鏡を使うのがなぜかということでしたね。あ、そうでした。私はイギリスに在住しています。目が悪く定期的に眼科に通っているため、毎回視力検査チャートを見ますので、ぜひメールしようと思いました。結論から言うと、表示の文字は眼科でも眼鏡屋さんでもアルファベットですね。あの C ひっくり返した記号使わない。そして狭い検査室に通され、実際のチャートに背を向け、正面の鏡に映ったチャートで検査されるので、いつも疑問に思っていました。やっぱりイギリスはね、標準スタイルなんだ。次の定期検診で医師に質問してもよかったのですが、話題に乗り遅れるかと思いググってみました。ネットで調べればすぐ出る話なのね。すみませんね、そんな話を2週も3週も4週も引っ張っちゃって。イギリスの検査チャートは正確な検査結果を出すために通常20フィート、
約6メートル離れなければならないそうです、うんうん、1フィート30センチ6メートル、6メートルの長さの検査室を作るのは難しいので、鏡を使い画像を反射させ、チャートと被験者の間が正確な距離になるようにしているようです。鏡に映って6メートルになるってなんか納得いくようないかないような不思議な感じですね。こうなるとじゃあ部屋の長さに合わせてチャートの文字を小さくすればとも思いますが、条件もまちまちになるし、どうやら目の仕組みでうまくいかないようです。このあたりの説明は専門用語が多すぎて私の手には負えませんでした。コロナ禍の折大変だと思いますが、どうかご自愛ください。イギリスからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。日本ではあんまりないですよね。要は視力検査表の自分の反対側に合わせ鏡のような感じ、合わせ鏡じゃありませんね、うん、後ろ側に鏡があって、それを振り返ってみて前側に鏡があって後ろの表を写すんですよね。あ、そうですね、自分の多分前に表があって椅子でひっくり返って部屋の時計を見るような感じで、後ろの時計見てくれみたいな感じで、そこの鏡に検査表が写ってるってことですね。そうでしたね。それで距離稼いでいいんですね。ねえ、カナダのバンクーバーの方です、はい、バンクーバー在住のリアです、はい、先週のイギリスの視力検査の話を聞きメールしました。先日眼科に行く機会があったのですが、診察室に入り椅子に座ったところ、目の前に大きな鏡が、しかも大きな K の文字が映っているのです。その瞬間これかと思い、その後診察の間先生に理由を聞かなくてはとそわそわしていました。無事診察が終わり、先生に早速鏡越しな理由を聞いてみると、視力表からの距離が6メートルと決まっているけれど、そんな長い診察室は用意できないので鏡で距離を稼いでいるとのことでした、うんうん、カナダも、まあ、ね、あ、鏡式なんですね。そうですね、うん、これ今中澤さん言ったみたいにそういうことじゃないですか。自分が座った正面に鏡が置いてあって、後ろの検査表のポスターを写してるみたいな、うん、ねえ、アメリカからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この方は持病があり、私はアメリカの病院に定期的に通っています。視力検査も何度か受けましたが、毎回アルファベットでした。アルファベットだと語呂合わせのようになんとなく意味を見出してしまい覚えてしまいます。これじゃ意味がないなと思いながら毎回受けていました。アメリカは鏡は使わず長い廊下を使っての検査でしたが、その立つ位置もかなり適当、線を踏んでも線から出ても明るくノープロブレムと言われていました。身長は靴を履いたまま測るし、体重は靴を脱いでも脱がなくてもよしという、全体的に何ともざっくりした計測なので視力もおおよそなのかもしれません。そうですね、検査一つとっても文化の違いを感じ楽しく過ごしたのを思い出します。渡米前は自分のことを細かい人間だと思っていましたし、周りからもそう言われていましたが、アメリカの雑な感じ、人目を気にしない雰囲気に速攻馴染み、とても楽だと感じる自分がいました。自分が思っている自分の性格って一体何だろうと思いつつ、帰国後2ヶ月で急速に日本化している今日この頃です。あ、やっぱり戻るんだね。え、郷にいれば郷に従えというか、まあ、そのまま行かないんですね、戻ってくるとね。そうね、いろいろ勉強になるね。なりますですね。この話まだまだ続きますよ。なんだかなんだ、こんにちは、私はインドとネパールに住んでいたことがあります。メガネを作った時はどちらも鏡越しの視力検査でした。やっぱりインドとネパールも鏡越しなんですね。インドの視力検査は印象的でした。鏡越しの視力検査で視力を測り、それを元にレンズを取り出しメガネを作りました。案外見えるものです。そんな変わんないよね、日本とね。そうですよね、鏡越しの視力検査で視力を測り、それを元にレンズを取り出しメガネを作った。そうか。ただ鼻当てのところが合わないのです。金具を合うようにしてほしいとお願いすると、店主はなぜかちょっと驚きながら店のごちゃごちゃした工具箱からペンチを取り出し、少し曲げては私の顔にメガネを当て、何度も何度も調整します、はい、どうもインド人に比べて私の鼻に合わせるのが難しいようです。店主は普段見慣れない平たい顔族の鼻の根元の作りを目を凝らしたり、メガネをかけ直ししながら何度も確認します。私の顔の平たさが珍しいのか、目元をちょっとつまんでもいいかと聞かれて、私はいいよと言い、つままれるとわーおと大きい目を白黒させる店主。あ、
予想以上に日本人の顔が平たかったようでした。ねえねえ、ちょっと私をつまんでみてとインドのメガネ店店主がと言うので、私がつままませてもらったら、人生で知らない深さの目元渓谷がそこにありました。渓谷。出来上がったメガネは鼻当ての金具は試行錯誤の結果ぐにゃぐにゃで傷が入り、私の大きい顔に合わせてつるを広げまた傷が入り、新品を作ったとは思えない傷だらけのメガネが出来上がりました。インドでの出来事でした。そうね、まあ、インドのメガネ屋さんもこんなに平たい顔の人がいるとは思わなかったでしょうね。そうでしょうね。触ってみてびっくりしたんですね、お互いにね。そうですよね。目元渓谷っていいですね、なんかね。いいですね。轟渓谷みたいな感じで。いや本当顔の作り違いますからね。違いますからね。そうですよ。私ギリシャだっけ、ギリシャなんかもう本当に顔が深いですね。深いですよね、凹凸がね、とても深い、とても深いですよね、私だからギリシャに仕事で行った時に、私結構日用品を現地で調達するっていうのを楽しみの一つにしていて、荷物を少なくするということも一つなんですけど、そうですね、現地に行って歯磨き粉とか歯ブラシ買ったりするんですよね、でギリシャのスーパーマーケットというかドラッグストアで買った歯ブラシがもうこれ人用なのかなって思うような。わかる、もうギザギザビトウィンなんてレベルじゃないんですよ。ないよね。もうすごいんですよ。マリさんのやつかなみたいな、すごい、もうお弁当のバランみたいな感じが出てくるわけですよね。もうね、ギザギザのギザですよ、みたいな、こんなの刺繍ポケットに100ミリ入るわみたいな感じの。まあでもきっと歯も長いし、きっと縦に口がイメージね、そうでしょうね、大きいでしょうね、多分剣士なんかも長いんでしょ、きっと、わかんないけど縦に長いイメージがあるもんね。そうです、奥行きもすごいあるし、そうでしょう、びっくりしたもんね、みたいな。いやもうあれですよ、プラスチック繊維 そのブラシ以外のものも入っちゃってるの、もうなんか真ん中になんか洗濯板みたいなのが入ってるわけよ。あ、ゴム、ゴム、多分あれはもうあれでしょ、その毛足が長すぎるから途中でこう中折れしちゃうから、真ん中にもう中折れしないようなそのなんか板みたいなのが入ってるんだよね。あれ何なんですかね、ステインを取るとかそういう効果もあるらしいですよ。あ、そうなの、あ、その歯の表面の、あ、そう。でも確かにそういう芯みたいのが必要風に見えますよね。何なのかなと思って、それ取っちゃおうかなと思って。おかしい、この厚紙いらないでしょうと思ったりして。びっくりしました、もう本当に。優しく磨いても血が出ちゃう。血が出ちゃう。いや本当にね、歯ブラシ国産メーカー大事にしてください皆さん、本当に。ね、大変ですよ。本当に日本の歯ブラシ素晴らしいと思った。びっくりしたへ。最終的にはだからあれだよね、ギリシャの乳児が使う歯ブラシをね大事に使わせていただきました。そうですか、なんてギリシャの乳児でもこんなギザギザなんて思いながら、すごいな。あ、そうなの、幼い時からそうなの、ね、びっくりした、もうでよくほら書いてある字がわからないからさ、そうです、いろんなね、間違っちゃって、これは本当に歯磨きの歯磨き粉かなんて思ってね、全く違うさ、なんか、確かに、なんかイラストとかさ、なんか雰囲気で買うじゃない、うん、大きさとかね、うん、でこれは違う国だったと思いますけど、これは絶対歯磨き粉だろうなと思って、それ以外に用途が思いつかないから、で売ってる売り場の雰囲気もそうだったから、絶対これ歯磨き粉だろうなと思って、またちょっとほらいい歯磨き粉を買いたいっていうね気持ちもあるから、その、あの全世界で売ってるね歯磨き粉とかには目もくれずさ、なんか、地場商品を買いたい、地場商品をね、で買って、でこれ大丈夫かなと思ってホテル戻って歯磨こうと思ったらやっぱり違うんですよね、でその辺は本能的に反応してこれは違うと思ったから使わなかったんだけども、翌日やっぱり気になっちゃったから、コーディネーターの人に昨日歯磨き粉だと思って買ったんですけどこれ何ですかって言ったら、あ、
ミスターアズミこれはですね大変なものをお買いになりましたねなんて言って、ギリシャのコギリシャじゃなかったコーディネーターの方がおっしゃる、多分イタリアだと思うんですけどね、安住さんこれは絶対に分かりません、ミスターアズミ絶対分かりませんなんて言われて、うん、何ですかな、これは女性の脇の下の匂い止めですなんて言われて何それみたいな、みたいな、そもそも日本にないと思うそんな商品と思って、なんつって私も初めて見ましたこれなんて言って、しげしげと眺めて、どうやって使うんですか、ちょっと待ちください今読みますなんて言われて、あこれ適量を取りましてですね、なんて脇の下に塗るんですねなんて、そうすると汗と匂いが止まりますなんて言って、危ない危ない、変だそういうのが、そんなの歯磨きに使うとこだった、チューブに入って、チューブに入って歯磨きこう前としているから危なかったと思って、ね、どうですかいいですね強いエピソード私の歯茎世界と戦ってるからもう一ついいお便り来てます、すみません、宇都宮市の男性の方、ラジオネームタウデルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。先週放送でフィギュアスケートの羽生結弦選手のゲームの原点である平成新鬼ヶ島の開発担当者が紹介されており感銘を受けました。そうでしたね、羽生選手の口から自分の担当したゲームの名前が出ること、なんて幸せなことでしょうか。実は私もその一人なんです。羽生選手が2番目に言ったエストポリス電気2の作曲は私が担当いたしましたまたこの話を引っ張るのかと言われそうですが、ぜひお礼が言いたくメールいたしました。私もそのインタビューをリアルタイムで拝見し、羽生選手からエストポリス電気2の言葉が出たときは妻と一緒に抱き合い正直うろたえました。先週スーパーファミコンのビット数を紹介いただいたように、16ビットという制約の中、音源をサンプリングし BGM として作り上げていく当時のピコピコからの脱却が垣間見える作曲時代でした。そうね、確かにゲームの発展は音楽の充実も必ず貢献ありますよね。その通りだと思います。その通りだと思います。今では何枚かサウンドトラックも出ており、海外のファンの方からも支持を受けていて嬉しい限りです。羽生選手に改めてお礼が言いたいです。ありがとうございました。いやー素晴らしいじゃないですか。すごいね、こういうことがあるんですね。エストポリス電気2の作曲を担当していた、もう随分ね25年ぐらい経ってると思いますけれども、羽生選手がゲームの原点はこれですと言って紹介した、また特に注目されたオリンピックの後だったので喜びもひとしおだと思いますね。ありがとうございます。そしてまあね、こんな私が言うのもなんですけれどもね、その羽生選手のゲームの原点という話をね、大変なプレッシャーかかる中で聞き出した私にも一言ね、何か社会からの賛辞があってもいいような気もするんですけれども、いやいやいけません、民放のアナウンサーたるもの社会からの賛辞など当てにしてはいけません。この件に関してもねいろいろ思うところありますけれども、いいんです、いいんです。右の方をぶたれたら左の方をぶたる、左の方を出します、差し出しますから構いません、いいですよ。よくね、あのプレッシャーのかかる中お尋ねになりました。あんなのハイリスクハイリターンっていうか、もうほとんどリスクだらけですから。そうですね、いいんです、そうですね、思い切っていいんです。でもみんな民放なんか潰れればいいと思ってるんでしょ。思ってないから大丈夫いいえ今回の件で私はかなり心折れましたし、また許さない人のリスト作りましたから。そうなんですか。絶対に今回の件で今回の件で、そうですか。で絶対に公にはしませんけれども、今回の私の趣旨に賛同してくださった民放アナウンサーの集いというのが近々招集されますコロナ禍につきウェブ上での招集収集参集になりました。そうです。想像以上の人数であります。旗揚げ、旗揚げですね、うん、出ました、ついに、逆 BPO ですよもう行くとこまで行ってしまいましょう。いいですよ、もう間もなく潰れるんですから最後に全てやってからやりましょうって感じですよねBPO ってね、放送に傷つけられた皆さんたちの組織ですけど、逆 BPO ってのは私が立ち上げてますから、視聴者聴取者に傷つけられた放送人たちの集いですから
やめなさい本当にもう話3分の1で、ね、そうしてくださいね、はい、さて今日の天気です、はい、今日の関東地方は晴れ平野部で雨の心配はありません、はい、北部山沿いではお昼頃から雨や雪になる見込みです。東京の降水確率午後 10% 夜は 0% です。最高気温東京、横浜、千葉、熊谷、水戸で16度、宇都宮で15度、前橋で14度の予想です。東京の気温は3月下旬並みで、気温の上昇とともに花粉が飛びやすくなります。花粉症の方は十分対策をしてお出かけください。確かに春を感じますね。感じますね。明日28日月曜日の関東地方も晴れ、雨の心配はありません。日中は今日と同じく15度前後まで気温が上がりますが、朝は内陸部で0度前後、東京でも4度くらいまで冷え込みます。寒暖差が大きいので服装などで調節してください。ごめんなさい、話途中になりましたね。春の気配感じますね。感じますね。本当にようやく来ましたね、うん、今週1週間見ますと、東京ですけれども週間予報傘マークはありません。おしなべていい天気が続くようです。それでは今日のメッセージテーマはこちらです。私の暇つぶしです。千葉市中央区 DSK 東京さん、51歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。近所のコインパーキングに車が何台止まっているか予想するのが私の暇つぶしです。車は10台分止める場所があるのですが、毎朝ウォーキングで出かける際、だいたい3台くらいを予想して出かけるのですが、ここ数日近所で家の建築が始まったようで、工事用の車が止まっていることが多く、外してしまうことが多いです。じゃあ今日は車を多めにと予想すると、家の建築が休みでいつもより車の数が少なかったりしますが、車の台数を当てた時にはコンビニでコーヒーを買ってよいというルールなので、結構真剣に考えています。今月いっぱいで閉鎖されることが決まっているので寂しいです。いいですね。わかりますね。私も通勤途中にその日のその時間の気温が出る大きな電光掲示板があって、いつも朝外出て今何度って言って想像して、それ見て当たった外れたって言って一喜一憂してますね、暇つぶしっていうよりもなんとなく自分のね感覚が合ってるかどうかのテストですけども、なんか楽しいですよ。そうですね。長崎県佐世保市のみたらし団子さん、27歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の暇つぶしは車の中で外の景色に合わせ忍者を勝手に走らせることです。小さい頃からの暇つぶしで、ガードレールの上や看板の上をものすごい速さで走らせてみたり、たまに建物へ飛び移り視界からいなくなったかと思うとボンネットにいたり、さながらハリウッド映画のように楽しむことができます。くの一もたまに走らせ戦わせることもありました。車酔いがひどく後部座席がつらかった私にとって、車内で唯一気を紛らわせる遊びでした。ただし集中する上に無言になるので、妹が話しかけてきても大概無視したことになっていて、到着時になんか怒ってるの？とよく言われるのもセットでした。あ、後部座席ね、車の中での楽しみ方、景色見ながらね、なんかやりますね。小さい時 ね、目細めてね、光がレーザー光線のようになってるとか ね、窓についた水滴の行方でなんかこうこっちが勝った、あっちが負けたとかね、やったりとかね、しますね、はい、私も小さい時はかなり僻地で育ちましたので、あまり近くに人が住んでいませんでしたので、自転車に乗りながら、架空のタクシー運転手ごっこやってたって話は前にしましたよね。してましたね。関東の皆さんに惹かれましたけれども、自由な遊び、自由なね、うん、小さい時私タクシーの運転手さんになりたかったんで、そうでした、自転車でね、そうですか、はい、架空の、街を設定して自転車漕ぐんですよね、それで見えてないんですけども、あの手を挙げて私の自転車タクシーを呼び止める人がいたら、そこにつけてね、で乗せて、でどこまでですかって聞いて、そしてグランドまでって言ったら、グランドまでなんて行くんですよね、急ぐんですかなんて言いながらね、でグランドに着いて、でグランドで落として、そしてまたお客さんを探しに行ったり、あとは架空のタクシー乗り場っていうのがあって、そこに着いて、で架空のタクシー乗り場で客待ちしてるんですよ。で今日は月が悪いななんて言いながら片足ついてね、で
3台ぐらい止まってる設定だから1台ずつ前にずれていくのねちょっと2分おきぐらいにこうやって細かい設定が細かいのよ。俺タクシーの運転手になりたかったから設定が細かいんですよ、うんうん、それでようやく自分の番が来たなと思ったら、お客さん乗せて架空の設定でね、うん、でどこですかなんて言って、あの学校行く道の手前の坂の下のタイヤ屋さん分かります、あーあの道ですねなんて言ってじゃあつって全部自分でやるんだよ、ザーつって一人でやるの、うん、で急いでって言われた時はものすごい急いでこいでるから近所の人が新一郎君どうしたのどこ行くのなんて言って、いやタイヤ屋さんまでなんて言って、なんでタイヤ屋まで行くのなんて言って、つって、帰ってくるのね、うん、すごいんですよ。でも1日平均で7万円ぐらい売り上げたかな、それはすごいでしょ、1日で7万ぐらいいったら多分ね、とかね、うん、そう東京出てきてからタクシーの運転手さんと話してさ、1日の水揚げあの売り上げどれぐらいなんですかなんて話したときに、今は行っても5万ぐらいじゃないなんて、まあトップドライバーで7万ってのは聞くかななんて言ったときに、そんなもんかと思いましたねなんてこと、いやいや私はなんつって小学生の時結構上げてましたよなんて、なんとなく終わりを感じさせる破綻ぶりですけども、どうぞ今日も2時間よろしくお付き合いください皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージの受付電話番号は0335840954、3584-0954でオペレーターの皆さんがお電話をお受けしています。ファックスの番号は0355620954、5562-0954、 E メールのアドレスは日天@tbs.co.jp、 nichiten@tbs.co.jp です。抽選で5名の方に日天ノート、3名の方にカルピスセット、そして5名の方に醤油大使セレクトミニボトル5本、三口醤油皿セットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方にイラストレーター井野孝之さんの制作によるオリジナルポストカード、朝に間に合うかしらをお送りしています。今日のテーマは私の暇つぶし、皆さんからのメッセージをお待ちしています。日天お出かけリサーチ、今週も隣のスタジオから柳沢玲さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は2年前にオープンした東京らしさ満載のいちご園をご紹介します。新宿からもまあ25、6分とかで来れるので、アクセスが非常にいい場所にあるのではないかなと思います。完熟のまま取ってすぐ食べられるので、そのいちごが一番甘い瞬間に食べることができます。今年から四つ星という新しい品種を入れまして、その品種が結構人気で入れてよかったなとは思います。 JR 南武線そして京王線の分倍河原駅から歩いて8分、住宅街の中にある府中いちご狩り園は新宿から30分で行けるいちご園なんです。はい、2代目園主の関俊孝さんによると、都内最大級でして四つ星と夢の花という2種類のいちごをおよそ2万株栽培しています。ハウスの中はベビーカーも通れる広い通路、2段の棚状になった高設栽培で、かがまずに詰める最新設備、地面はシート張りで靴も汚れないと、まさに都市型のいちご狩りが楽しめますが、あまりに人気で予約が取りづらい状態が続いています。でもご安心ください。東京らしさの2つ目、こちらは去年9月に併設のカフェをオープンしています。取れたてのいちごをふんだんに使った本格スイーツがお手頃価格で食べられるんです。例えば都心ならいちごのパフェって1800円ぐらいするんですが、こちらだと980円なんです。いちごはどうしてもスーパーなどでは日持ちを考慮して早めに摘んだものになりますが、摘みたての完熟はとにかく甘くて柔らかくてびっくりしました。関さんの調査ですと糖度に6度を超える差があったそうです。そしてもう一つ他にはない特色をご近所に住む佐藤俊也さんが教えてくれました。去年9月に苗植えをしました。普通の苗木とかやるのと違って、ちょっと外向きに苗を向けてっていう注意がありましたんで、それに従ってやらせていただきました。綺麗ですよね、本当に香りもすごくいいですし、そうですね、感無量じゃないですけども、まあ、すごく美味しくいただけました。ハウスのいちごは秋に苗を植えるんですが、こちらでは SNS で募集した希望者に苗植えをさせてくれるんです。なかなかないですよね。これも抽選になるほど人気があるようですが、自分で植えたいちごを食べる時の気持ちっていうのはやっぱり格別のようでした。
いちご狩りは5月下旬頃まで水曜日、土曜日、日曜日にやっています。料金は30分食べ放題で小学生以上2200円。ホームページからの予約制ですが、いちごのなり具合によって満席になっている日も直前に枠が増えることがあるので、うん、府中いちご狩り園の公式サイトをご確認ください。以上です。ありがとうございました。時刻は10時45分です。さばいて日展、今朝の担当は赤荻歩美アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。お願いします。それでは今日お伝えするテーマはこちらです。令和4年、近頃、都に流行るもの。最近街であるお店が増えていることお気づきでしょうか。うん、それは、のり弁専門店です。ブームのきっかけ諸説あるんですけど、もともとは数年前中国人観光客の間でなぜか憧れの日本食として人気に火がついたことが始まりとも言われているんですね。購買意欲旺盛な中国人に向けて一つ1000円の高級のり弁が作られて、でそれが日本人にも刺さったというんですよね。で街見てみますと、こののり弁以外にもですね、他にもカプセルトイとか冷凍餃子の自動販売機とか、うん、フルーツ大福、フルーツサンドというのも増えてきてますね。そこで今日は最近急速に街に増えているものとその理由を調査してみました。はい、まずは増加率 100%、 つまり2倍に増えたものがコインランドリーですね。うん、急増の理由はマシンの進化ですね。布団の丸洗いができるようになったりとか、はい、あと空き状況とか洗濯の残り時間もスマホで見られるというのが理由のようですが、あくまでこれは表向きのようです。裏にはコインランドリーだけにコインの匂いもしてきます。投資の対象としても人気なんですね。その多くはフランチャイズで管理運営をすべて本部に任せて売上に応じた利益を手にするという手軽さで人気。あとここ20年市場右肩上がりという手堅さ、これも受けているようですね。まあ、大きく儲かるというか手堅いというところが人気の理由です。続いて増加率 80%、 ガチ中華です。本気の中華ということでしょうかね。あの町中華ってよく聞くと思うんですけど、町中華は商店街によくある中華料理屋さんで、経営者の多くは日本人です。対するガチ中華はその名の通り日本人向けに味付けされていない本格中華料理店で、中国の方が経営していることが多いと。うん、それ増えている事情、一説には不動産や医療ツーリズムなど中国からの観光客で儲けていた中国の投資家がコロナ禍で不調になった、うん、そして目をつけたのが飲食店への投資と。まあ、飲食店本当ね大変な時期で閉店やむなしというところも多い中で、これまで空きがなかった駅地下の有料物件に入りやすくなったということも影響していると確かに、ね、確かに増えてますね。すごく看板が似たような作りでありますね。確かにね。そうですか。そうなんですよね。うん、そして続いて増えているもの番外編としては声かけ不要店なるものもあります。あのアパレル店などで店員さんが客に声をかけないことを売りにしたお店が増えていて、極めつきは話しかけ不要の美容室、これいかがでしょうか。じわじわ増えているようです。あの世田谷区にある美容室では予約の際に会話なし、もしくは会話少なめというのを選べるんですって。でこれ会話なしを選んだ場合、例えばシャンプー中のお湯加減いかがですかというのもなし、うん、で予約の際に希望の写真を添付して細かいこう注文を事前に入力された方もいるそうで、それとも本当に一言も話さないそうなんですよね。こんな話しかけ不要サービスというのもね増えているようです。うん、で他にも、まあ、ピンポイントですけれども、コロナ禍で釣りをする人が増えたので魚さばき代行店とか、家で海外ドラマを見る人が増えて作品に登場する韓国の食べ物が食べたいということで韓ビニ、韓国のコンビニというのも今増えてきていると。コンビニ、はい、ですからまあこの2年生活ね大きく変わりましたけども、うん、街並みも本当に変わってきているという姿が見えてきました。赤荻さん前リポートした時にタピオカ屋さんから唐揚げ屋さんに変わりましたねっていうリポートありませんでした。その前にバナナジュースがありましたね。バナナジュースがね、なんとなくこのコーナーはそういうものの恩恵を受けてるよねすごく重宝しております確かにねえ、ご商売されてる方はやっぱり大変ですよね。そうですよね。わかりました。新しいモードがわかりました。ありがとうございましたありがとうございました。
天気のいい日曜日です。春の訪れを感じる陽気です。私の暇つぶし紹介しています。文京区の昆布さん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。私はベランダにパンジーを植えているのですが、いいですよね。いいですね。つぼみを見ても一向に花が咲かないので不思議に思っていました、はい、先日ふと何者かの気配を感じベランダに目をやるとムクドリが花をむしゃむしゃ食べているところを目撃してしまいました。お、食べるんだ。へえ、おいしいのかな。調べたところ冬の寒い時期は食べ物がないため花も食べるそうで、ガーデニングをされる方にはおなじみの鳥害、鳥の害とのことです。鳥よけを設置するのもなんだか大人げないと思い、生き物同士の戦いとして目線で威嚇することにしました。ムクドリの方も最初はこちらの気配を感じ腰が引けていたのですが、慣れてしまうと全くこちらを気にせずにむしゃむしゃ食べています。なんだか悔しいのでガラス1枚挟んで美味しいおやつを見せつけながら食べるという文明的な心理攻撃を最近はしています。ムクドリも反撃らしく必ずベランダのヘリに糞を残していくようになりました。春近しと言いつつまだ寒いこの頃、まだしばらくこの戦いは続きそうです。私の最近の暇つぶしでした。ありがとうございます。ありがとうございます。自分のおやつを食べてるってこと、見せびらかしながらね、見せびらかしながら、伝わってるといいな。伝わってるといいけどね。でもなんかやらずにはいられないんでしょ。そうでしょうね、そうでしょうね。まあでも気持ちわかるよね、なんかね。なんか腹立っちゃったんだね、きっとね。これでどうだ、これどうだ、私はもっと栄養価の高いものを食べているよみたいな。美味しいんだから、美味しいんだからみたいな。みたいな。花びらでも食べてなさいってことなのかしらね。ねえ、なんだかすごく文京区に住んでてね、きっとなんか、素晴らしい、あのたおやかな暮らしぶりが伝わってくるじゃない、ね、お花を育ててね、お花をね、ベランダで、ベランダでパンジーを育ててね、春近しと言いつつまだ寒いこの頃なんてなかなか描けませんよ。そうですね、ただムクドリとやり合ってるんですけどね。ってことですよね。熊谷市のカマチンさん、40歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の暇つぶしはギザ銃磨きです。コツコツと集めているギザ銃をお酢、ケチャップ、タバスコ、クエン酸、クレンザーなどいろいろなものを駆使し、一枚一枚ピカピカに磨き上げます。時を忘れ没頭できる作業です。子供の頃お金持ちが趣味で金貨を磨いているという海外の何かの絵本を読んだ記憶があり、自分はお金持ちでも何でもないのですが硬貨を磨くということはお金持ちの趣味なんだよななどとギザ銃を磨きながら勝手に一人越にいるのでした、越に入るのでした、ちなみに私の持っているギザ銃は全部で272枚です。わー、すごいですね。若い方はギザ銃ってわからないかもしれませんね。昭和26年から昭和33年まで発行された10円玉で、外周がねギザギザが入ってるんでギザ銃って呼ばれてますけどね。そうなんですよね。昭和26年から活躍してるんですからね、大先輩ですよね。当時その10円1枚であれですよ、きっとね、まあ、1枚では無理かもしれません、2枚ぐらい出すとうどんが食べられるぐらいですから。だからそう考えるとさ、ちょっとした人並みの人生がありますよね。11時台にまたメッセージ紹介してまいります。安住紳一郎の日曜天国。サンドイッチ、サンドイッチ、サンドイッチって、サンドイッチった、あ、ヨンドイッチった。お聞きの放送は FM905 AM954 TBS ラジオです。時刻は11時です。この後は今日のゲスト森口博子さんを迎えします。お楽しみに。それでは今日のゲストを紹介します。森口博子さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。嬉しい。おととし2020年以来ということで、はい、少し間空きましたけれども。空きましたね。でも私は毎日見てます、ね、いやいや森口さんもお元気そうで。はい、おかげさまで。本当は3人ぐらいいるって噂ありますけど。え、ちょっとやだ。5人。5人出た。ありがとうございます。本当に。いやー、もうどうですこの反射神経。もう業界には少ないですよ。少ないと
そんな シーラカンスみたいな言い方しないけど、さすがどうですか、この安定感。安定感、いやもう安住さんのね、この番組に出演させていただくと、ファンのみんながすっごい盛り上がるんですよ、はい、もう安住さん最高って。いやいや本当に本当に嬉しい、もう本当に森口さんすごくね、楽しくてね、こう結構やんちゃな感じ、やんちゃやんちゃイメージおありの方多いと思いますけども、もうビジネスやんちゃですから。いやちょっとやめて、あのすごいデータ、私社会人になって働いてお会いした人の中で一番礼儀正しい人誰ですかって言ったら森口さんですよ。いやそんな拡散希望、ありがとうございますありがとうございます、拡散希望ハッシュタグつけて拡散希望、すごい、ものすごい、本当にいらした瞬間に真面目な方、明るくなるようなね、そうですよ、そしてね、だって本当にツイッターにあれですよね、はい、ハッシュタグ森口ひろこでつぶやいた人たちに対して、はい、ご本人がその人たちよりも長く返信するってことがありますもんね。そうですそうです、こんなことつぶやいてくださってって、私もう毎日エゴさせてて、今日ここ車いましたし、朝まずベッドで手を差し伸べて、iPhone 触って、エゴさ、で移動中エゴさ、で仕事終わってエゴさ、で常にですから、マスクブラジャーエゴサ三種の神器身につけてますから、身につけてますそれでファンの人たちのつぶやきにご本人がものすごいなんか薬の説明書みたいな文章を返していくんですよ。すごくグッときたのが、ある方がね、デビュー曲、私のデビュー曲、水の星へ愛を込めてを聞きながら、ガンプラを組み立ててたら涙が、森口さんの歌唱力にか、嬉しいねここね、曲に何かを感じたか、おっさん泣きながら組み立ててフィギュアをいじる火曜の夕方、何の涙だこれって、それ見て、うわーと思ってちょっと感動しちゃって、で私の返信が、このメッセージを読んで私も何か涙が、音楽ってアニソンってすごいね、おばさんが泣きながら返信している夕方、本当何の涙だ、ありがとうってこれつぶやいてくれた人は、はい、森口さん本人だってちょっと分かんないですよね。あ、でもちゃんとなんかその、私のアイコンの写真とかもついてたりするので、ありがとうございますみたいな感じで、いろいろあります。あとね、つい最近ちょっと前だと、ガッキーが、ご結婚された時にガッキーロスがあったじゃないですか、私森口博子で検索したら、ガッキーが結婚した、よし森口博子で手を打つかって、よくわからない森口博子で手を打つかとかあと俺たちには井森美幸と森口博子がまだ残ってるとか、そこの部類にちょっと入ってて嬉しかったなってスクショしたいつ見るんですかそれ、落ち込んだ時ね、ファンと共に生きてるぞっていうね、生きてるぞっていうね、そうですかすごいですよね、たまに一方的に見て、あ、ちゃんと自分が発したメッセージを理解してくれてる人たちがいると思って嬉しくなるっていうのは私も分かります、それは、でもさすがにそこに返信をまめにするっていうのがさすが勇者ですよ ね、ありがたいことです、さすが、お塩柄です森口博子さん、福岡市のご出身です。1985年機動戦士ゼータガンダムの主題歌で歌手デビュー、これまでに紅白歌合戦に6度出場、2019年ガンダムシリーズの楽曲をカバーしたアルバムガンダムソングカバーズがヒットを記録し、第61回日本レコード大賞企画賞を受賞、さらに翌年続編ガンダムソングカバーズ2がオリコンビルボードジャパンウィークリー2位を獲得しました。そしてカバーズ3が発売になるんですよね。そうです、3月9日にいよいよ男性ボーカルにスポット当てた最終章ということになります。はい、レコード大賞企画賞受賞した時は安住さんが、ね、司会してくださって、そうでした、めちゃめちゃ嬉しかったです、愛情いっぱいに司会してくださって、こちらこそ本当に、もう本当に森口博子さんというとバラエティ番組での活躍のイメージが皆さん強いと思うんですけど、本当に歌がやっぱりもう心掴んで離さないですよね。もう嬉しい、この放送一生撮っとこう本当に嬉しい嬉しい本当に皆さんもまた森口さんのね声の不安が多いんですよね、よくつぶやいてくださいます ね、デビュー曲も森口博子の声で歌うからいいんだっていうのを見ると、もっとね大切にって思いますね。そうですよ、またなかなかね人間って声ってどんどん変わるものですからね、やっぱり最初に聞いた時のイメージを求められる部分もあって、歌手の方はすごくそこが
まあ、お仕事とはいえ大変だというところあると思いますけども。そうですね、うん、あのアニソンって映像と物語ともう三位一体じゃないですか、はい、だけど嬉しいことにあれ17歳の声だったんですけど、今の歌声で今の表現力の方がすごくいいですって言ってくださるので、すごく心強いなって、36年前、7年前、はい、ええ、もう分かんなくなってきちゃった曲なんですけど37年前か、はい。で去年10月には35周年コンサートも行って、はい、そしてオリジナルアルバムも出してですね。そうです、本当だったらね、あのその35周年の年にやりたかったんですけど、こういったご時世で緊急事態宣言になったりとか、はい、で延期になってやっと去年開催できて、もう触れ合い大好物の私としては、はい、もうめちゃめちゃほっとして嬉しかったですね。つながれたって。そうですよね、うん、ファンの方もねやっぱりね嬉しかったですよね、きっとね。あと会話もできるじゃないですか、はい、コンサートって。でもマスクしてるとそれができなくて、でお決まりの会話っていうのがあるんですよ、ファンのみんなと、はい、私がこう靴の紐を結ぶふりして、はい、しゃがんで、で前の男性のファンの方に、え、パンツ見えたって言ったら、みんないや見えない見えないですっていつも言うんですよ、見なさいよっていうお決まりのお決まりで、今日は誰がパンツ見えたって言われるんだろうみたいな、そういうのもできないじゃないですか、できないからなんか会話したいなと思って私は考えました、はい、コンサート中に iPhone で皆さん、ツイッターに感想とかをその場でつぶやいてください、はい、でそれを衣装チェンジの間にみんなでつぶやいてもらって、で私が衣装チェンジで戻ってきたら、その会話を拾って、なんとかさんどちらにいらっしゃいますか、って喋らずにここで、そういうのでやったりしましたね、さすがアイデアマン、アイデアウーマンですね面白そう、盛り上がるさて今日は森口博子さんにこのテーマでお話しいただきます。森口博子の人生てんこ盛り、まずは一気に紹介します。森口博子人生てんこ盛り、その1、涙もろいです。その2、ルールが増えます。その3、49年前にデビュー。以上の3つです。さて1つ目ですが、はい、涙もろいです。これは最近のことですか？最近です、もうつい最近ですけど、あの仕事場で使ってるミニ暖房機があるんですね、はい、もうちっちゃい、何センチぐらいだろう、これ何センチですかね、こう、うん、30センチ四方ぐらいぐらいですかね、はい、で私冷え性なんですね、そのくせ冷え性の露出狂で肌を出したがるっていう、で足元いつも温めてる、まあ、いわゆるその90年代ものなんですよ、ナショナル製の。着替えするときにつけてる暖房器具、いつも常に楽屋とかで、冷えてきたときに、で90年代のもう20代の頃から苦楽を共にしてきた暖房なんですけど、いつもじゃ持ち運んでですね。そうなんです、それがフィッティングの時に、スタイリストさんと一緒合わせのフィッティングの時にふーんって壊れちゃったんです。あらら、あららですよね、私泣いちゃっていやだって20代からいろんな苦労を共に、そう、もう心も体も温めてくれた、でも時々壊れそうな時があったんですよ、それでも踏ん張って、また生き抜いてくれたって、頑張ってるなって、いよいよ力尽きて、もう僕限界ですって言ってるかのように、こう息途絶えた時に、まずちょっと泣きながらフィッティングしました。わかります？気がする、ですよね。いやでもそれは確かに20代から本当いろんな現場に一緒に行ったなっていう思い出ですよね、そうなんですよ、私なんか長年愛用した電化製品が壊れてお別れするとき、いつも泣けちゃうんですよ優しい、優しい、そうです、いや気持ちはね、わかります、わかる、わかります、なんか日常ね、安住さんの日常、中澤中澤さんの日常をこう寄り添ってくれたものにね、ちょっと文房具とかね、ずっと使ってた定規とかがなんか折れたりとかするとうんみたいな、なんかねちょっとねありますね、まあでも歌手でね感情をこう歌に込めてるというお仕事もあるので、やっぱりどうしてもそういう喜怒哀楽はね人よりも強く感じるところあるかもしれませんね。めんどくさいね、ボイストレーニングの時も、本当その曲に感動してトレーニングに来てるのに感動して歌えなくなる時があって、曲に感動して先生が喉が閉まるから今は泣かないって言って、あ、はいって言って、いやこのフレーズいいフレーズだなと思って、でまた歌い出したらそこで泣いちゃうっていう、めんどくさい。あと最近だと親友のめっ子さんがご結婚されて、その披露宴の
結婚式の動画が送られてきたんですけど、はい、うん、それを見て親戚の、ね、おばみたいになっちゃって、はい、号泣したりもしましたね。結婚式に参加したんじゃなくて結婚式の動画が送られてきて。そうです、まあ、親友がこうやって終わったよって言って、でその子が小さい頃から私知ってたので、はい、で、まあ、教員になって、はい、ですごくしっかりしてる子なんですよ、はい、例えばこう生徒さんがね、あの先生なんとかちゃんが僕のことをうんこ星人って言うってこう 言,、ね、言って、でその子の切り返しが素晴らしくて、はい、でその言った子のとこに言って、はい、なんとかちゃん、うん、なんとか君にうんこ星人って言っちゃダメでしょって、うん、なんとかちゃんはうんこ星人を見たことがあるのっていうその、うん、すごくないですか、うん、なんかそれで、うん、なんか頭ごなしじゃなくて、ね、そうなんですすごいでしょ、ええ、やっぱあんなちっちゃかった子がこんなに成長してって思ったら、もうその結婚式の動画見て号泣しましたね、ええ、そうですか。そのエピソードと紐付けて号泣したんです いろいろね、いろいろ成長して、で撮ってくれてる親友も独身だなと思ったらいろんな涙で忙しい。その映ってる姪っ子さんに感動しても泣くし、はい、それを撮っているおばの境遇にも涙したんです。でその撮ってるおばが、うん、ってこうすすりながら、おめでとう、もうまたその声聞いて親友も独身だし、私親友が結婚するとき崩れ落ちるなと思って、でまだその後日があるんだけど、その話を私ラジオのレギュラーを毎週生放送3時間やらせてもらってて、始まる前にみんなでこう雑談してるんですけど、その話をしてたらまたちょっと感極まって、で AD 君がここ5年で急成長したんですよ。いや私もっくんが結婚するってなったらって言ったら、もうその場で私本番前に何言うかお世話になってるスタッフさんの結婚式まで先取りしてイメージしてすごいもう感動がこう感動を呼んで、想像力豊かすぎてちょっと疲れる、ちょっと、ね、疲れる、ちょっとどっかに蓋した方がいいですよもうダダ漏れですもんね。確かにね、だから水がどんどん出ちゃって、だってそれ思い出しても何回もいけるし、いけちゃうそのその話聞いてくれてる周りの人に当てはめて、あこのパターンでも泣けるみたいなここにも省エネタイプもう映画とか見に行かなくていいですよ。疲れる、映画見た後、ね、映画見たら疲れますでしょ。感動しすぎてとかも、感動しすぎて、うん、ダメ、もうストーリーにも感動しちゃうし、うん、そこに音楽にも感動しちゃうし、うん、そこに至るまでこの女優がどういう苦労したのかとか、そう、ね、ダメもうダメ助けて、忙しいさて森口博子さんに話を聞いています、はい、人生てんこ盛り続いて2つ目ですが、ルールが増えます、うん、これは何ですか。まあね、独身生活が長いとどんどん自分のルールというかこうペースがね、はい、出来上がってくるじゃないですか、共感してもらえます。やっぱり、うん、自分の中の決め事とか、そうなんですよ、これをするとダメだとかいうのが自分の中で決まってきて、そうなんです、あと苦手とかも増えてきて、例えばお手洗いに外出先で入ると、はい、便座、はい、直接座れないんですよ私、潔癖症で。そういう方いらっしゃいますね、はい、だからこれちょっといいですか、はい、ラジオなんですけど、これが便座だとして椅子、はい、もうこれギリギリまで浮かせて、こうやって腰を今見てます、もうギリギリついてない、もうこれでやるんです私、で膝に手置いてこうやってガーって、だから私このももがもうガチガチに鍛えられちゃってすっごい競輪選手みたいに鍛えられちゃって、一、ね、日何回も、ね、はい、鍛えるわけですからキャリア35年の歌手がする話じゃないすいません潔癖症、でも本当だってそれあれですよね、筋肉トレーニングですよね。そうなんです、でところが若い頃は全然いけたんですけど、まあ、年齢重ねてきて、はい、ちょっと寝起きとかだとさすがにおーってまだ体起きてなくて、はい、なんか生まれたての小鹿みたいにプルプル、あどうしようこれ座るあみたいな、あの地方のホテルとかで寝起きホテルで、地方のホテルとかでどうこれこガクガクしちゃうけどどうしようみたいな、ありますね。えらいそこまで、座っちゃうってことはないんですか。もうナムさんっていう感じでもう、うん、ないですね。もうよっぽど例えばこう体調悪くて、ああ間に合わないとかだったらあれかもしれないけど、
ないですね。ないですね。いや、あとは、はい、あのマイスリッパを持ち歩いて、はい、ホテル行く時も2足用意しますね。ホテルのあのビニール袋に入った新品とかクリーニング済みのスリッパもダメですか？ビニールに入ってるあの使い捨てのやつだったら大丈夫なんですけど、はい、たまにこうその消毒済みですみたいな、ね、えってなってしまうので、なるほど、ない時があるから常に入れといて、入れといて、で一足はシャワーを浴びる前のいわゆるそのなんていうんですか、はい、仕事場からそのままの、でもう一足はシャワー浴びて綺麗になった足で入れるよっていう二足。なるほど、うん、それでそのスリッパ捨ててくる。そう、そうです、そうです。あ、シャワー入る前と入った後で、そうですね、違うもの、うん、違うものですね。あ、まあ、言われれば確かに。そうですよね、あとは例えばレストラン行って、はい、これは別にあの潔癖とかじゃなくて、お茶湯がすごく大好き で、はい、で常にお茶湯を飲んで、まあ、みんなと盛り上がるっていう、だから私のグラスを見て、例えば居酒屋とかだったら、はい、お湯終わりでしょっていうぐらいの、まあ、テンションでいけちゃうっていう。すごいアルコールゼロで盛り上がれるわけですね。ゼロです。で飲んでるのはウーロン茶でもなくて白湯なんですね。白湯です。だからみんなでもお湯割りだと思ってるので、まあいいかみたいな、そう思ってもらってるんだったらそれでいいかって。さすが九州の人だななんて。そう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 、いけるねみたいな感じで、で実はお白湯でしたら、で普段からじゃあ仕事の時に口にするものは白湯。左右ですね。でもポットとか持ち歩いてたんですけど、でも最近ちょっとまあこういったご時世になって、はい、なんかこういろいろお家から持っていくのも、なんかあんまり多くしたくないなと思って、うん、で、ね、はい、で知り合いにあのコンビニにセブンイレブンに勤めてらっしゃる方がいて、はい、ホットのお水、はい、やるお左右をペットボトルで売ってほしいってもうずっと前からリクエストしてたんですね、うん、はい、そしたらこの間、やっと商品化しましたって連絡が来て、テスト販売で、はい、置いてるので、ああ、そうです。そう、これが一気に履けたら、ちゃんと正式な商品になるのでって言われて、はい、早く履けたいですよね、欲しいですよね。そうなんです、あずみさん、女性は欲しいんですよ、常温じゃなくてお湯で温まってる。そうなんです。なるほどね、内臓温まるし、でお腹温まると本当免疫力もやっぱり上がるので、これはちょっと譲れないなと思って、だからみんな温かいあのお水見かけたら買ってください。そうします、森口さんのアイデアで、じゃあ商品開発の方がやってみようってことになって、はい、やったって出来上がったよって。いや、だからきっとこれぐらいね、体について気を使ってるからこそのやっぱりパフォーマンスですよね。そうですね。あと話すたんびに言ってましたもん、お湯お湯お湯ってその方に、だから言霊じゃないですけど、うん、最初はその方もねピンときてなかったみたいだけど、そうですか。あとバナナも持ち歩いてるって聞いたことあるんですけど、バナナは小腹が空いた時にちょっと一口入れるとすごいエネルギーが出るので、はい、こうなんかスポーツ選手みたいな感じでスイッチが入りますね、はい、うん、あとは食生活は気をつけてることはあるんですか？あとは野菜を先に食べて、お肉とか中心にタンパク質を入れる、先にこうご飯とか入れちゃうと血糖値上がるじゃないですか、はい、もう年齢重ねてきて血管管理がね、大変だなと思います健康管理というのは血管管理、血管の管理がね、だって森内さん若い時とそんなに変わらずですよね。いやもう本当美しい、いやいやそんなことないです、もっと良くなってるはずです。失礼しました出た出たそうです良くなってるはずです、安定感あるでしょう素晴らしいよね、うん、もう間もなくね、これあと20年ぐらい続けると古典芸能になる、私安住さんのそういうワード好き、さすが古典芸能、いやそう言われる今で頑張ろう、いやいやそうなりますよ絶対、だってすごいでしょう、もうなんか、ね、いやいやいや、うん、いいですね、気持ちがいいですもん、パンツ見えちゃった見えてない見えてない見なさいよっていう、ダメそこのためが前になって、もう一度なんて、はいはい、家元が怒ってらっしゃる時々新しい初対面のファンの子が分からずに言いました言いましたっていう時は、ありがとうってそう来たかみたいな、あ、ありがとうってなったかみたいなあじゃない2022年に入って一番くだらないおかしいくだらないすいませんねすいません
さて前口博子さんの人生てんこ盛り、はい、おしまい3つ目は、はい、49年前にデビューこれですね、これ何ですか、これはですね、違いますでしょ、違いますですよね、35周年ですね。でも正式に言うとですね、私4歳から歌手になりたくて、はい、で5歳からちびっこものまね紅白歌合戦って全国放送の子供番組に5歳から出演していたんですね、でそれが生バンドで、わかりますかね、スマイリーオハラさん、はい、スマイリーオハラさん式の生バンドで、はい、中野サンプラザで全国放送で、司会が玉脇宏さん、うわ、審査委員長が服部良一先生、うわーですよね、素晴らしい、もうその豪華な番組で毎年歌っていたので、はい、もう考えたら49年前からずっと生バンドでその感動を味わってたなって、それが私のライブの原体験ですね。その時は福岡から来て、そうです、毎年来てオーディションまず受けて、オーディション受けて、はい、全国で、まあ、オーディションがあるんですけど、はい、で福岡から選ばれていって歌ってましたね、堤恭平先生の作品とか、はい、松本隆先生の作品で、もうアグネスちゃんさん、岩崎宏美さん、太、はい、田宏美さん、石野真子さんの曲もたくさん歌って、いやデビュー前にじゃあ5歳の時から10年ぐらいは、はい、ちびっこモノマネ歌合戦の、はい、いわば常連として、そうです、1年に1度のステージっていう感じですね、はい、でもトップバッターとか前半で歌うことが多かったんですよ。それはなんか決められるんですか。多分スタッフの方が順番決めると思うんですけど、ええ、子供ながらに、ええ、番組が終わる頃、もう一回歌いたいなって私なるんですよ、最初にもう歌っちゃってるから、ちょっと早すぎるから、そうだから、もういつも後半の時間がいいなって思いながら、最初に歌ったらもう感動が番組中終わっちゃう、子供ながらにね、でもトップバッターの役割って大人になると分かるじゃないですか、番組の勢いづけとか、だけど子供ながらに、あ、私も終わりの方でもう一回歌いたいっていつも思ってました。いやだから5歳ぐらいの時からトップバッター向きだったってことですよねちょっとこれはほら福岡の花村さんがいいんじゃないっていうことで、うん、ちょっと景気づけになんて、うん、そうですね、一発一発ちょっと安定感になるところで、本人的には歌順もうちょっと後ろの方が私今年も8年目だからななんて後ろの方がいいななんて花村さん、福岡の花村さん、今年もトップバッターお願いしますなはいなんていやいや、あの感動が一気に終わっちゃうからね、終わっちゃうからもうあっさり終わっちゃったみたいな大人今はでも生バンドなくなりましたから、私も何回か仕事で経験してますけど、はい、迫力が違いますよね、あのトランペット管楽器がめちゃめちゃ昭和のサウンドじゃないですか、だから私いまだにコンサートで必ず管を入れるんですよ、でなんでこんなに管が好きなんだろうと思ったら、あ、原点の、はい、あの中野サンプラザのスマイリー大原さんの、あの生バンドで毎年歌ってたのが、私が血が騒ぐ原点だなって、だからなんだなって、もう本当に嬉しくなっちゃう。そうですね、70年代80年代の日本の J-POP の、あのビッグバンドの管楽器とかの演奏たまらないですよね、たまらないで、生放送ですっごい皆さんお上手じゃないですか、クオリティ高いし、でちょっと時間ないとテンポ早くなったりとかね、そうなんですよ、びっくりしました。私もなんかショーの発表で発表しますってドラムロールなんて大体テープじゃないですか、あれ生のティンパニーの演奏者とかがつけてもらった時とかにもうびっくりしちゃって、感動しますよね、感動しますね。それ発表する時安住さんもテンション上がるんじゃないですか、ですテープよりも生でこうドンってきたら、ものすごい合わせてくれますし、でちょっとね今は最近はそんなことはなかなかないんですけども、会の進行が少し押してる場合なんかは、急に指揮者の人のテンポが速くなっちゃったりして、そうそうテンポね、テンポが速くなっちゃって、ね、そうなんですよ、で合わせてくれて、それはもう臨機応変にね、臨機応変にプロフェッショナルですよね。そうなんですよね、で指揮者の人がこっち見てたまにこうこっちの呼吸を測ってくれてるんですよね、上手にいくとニコって笑ってくれたりして、あらっつってその子供の頃の VTR 見ると、スマイリー小原さんがこう踊りながら、私の方を見て指揮してるんですよ、で大人になって、あれこれ指揮あのバンドの方を見て指揮しなくていいのかなって思うぐらい、こっち見て嬉しそうに踊ってる指揮とかも含めて、エンターテインメントだなって、そうなんですよね、最近少なく、ね、なりましたね、なりましたね、いや楽しかったですね。それから一番といえばあれですよね、ソフトボールの時も一番バッターですよね。そうなんです、あの足が速いとか、選球眼があるとかっていうことじゃなくて、もうとりあえず花村一発いってこうみたいな感じでで三振して戻ってくる時は、どまーとかってさこーいさこーいとか言いながらなんか掛け声の花村とか言われてましたねタモリさんが先輩にいて、高橋真理子さんいて、で後輩に
博多花丸大吉の花ちゃん、氷、はい、川きよし君がいる高宮中学校なんですけど、あ、ね、でそこでエンジン組んで、すごい中学校ですよね。そうですね。未だに芸能コースのある私立の中学校ってわけじゃないんですよね。じゃなくてもうたまたま先輩にタモリさんいらっしゃって、で未だに、ね、ご自宅に、あの、ま、こういったご時世なので今遊びに行けないですけど、緊急事態宣言前は、はい、みんな後輩呼んでいただいて、今のメンバー呼んでいただいて、ホームパーティーやってもらったりとか。いやまたね、森口さんのご家族がねまた素晴らしい。本当にいやもうお母さんが ね女で一つで4姉妹4兄弟、そうですね、4人姉妹を、4人姉妹ですもん、育ててくれて、ね、強いですね。父親役もやってたの で、 そうですよね。もう寝顔がじいちゃんですよ。ばあちゃん取り越して強い。うん、だから両方やってくれてってことですよね。そうですね、歌手になることも反対せずに17歳の時に送り出してくれたので、はい、もうそれは感謝ですよね。グリーンハイツ、グリーンハイツ、緑荘に住んでて、もう友達はカタカラのなんかローレルハイツとかなんちゃらマンションって住んでて、もうお風呂もある家ですよ。もううちはもう長屋のくすも床が腐された、本当にボロボロ、歩くとタンス傾くような家だったので、でこうクラス外があるたびにね、花村さんどこに住んどうとって言われても恥ずかしくて、グリーンハイツって言ってました。緑荘なのに。そうですね、いいですね。ヒカ君は光荘に住んでて、ヒカキヨシ君はライトハイツって言ってました。え、マジ一緒じゃん。本当に、そう、僕もねカタカナのアパートに憧れましたって言って、いや一緒やねって言って、最高ですね、最高やん。よくできた話。いや本当にネタかなと思うぐらい、いや本当だって、僕もですって、恥ずかしかったですみたいな。さてお仕事の話を少し聞きたいと思いますけども、はい、3月9日、先ほどもお話ありましたが、カバーアルバム、はい、ガンダムソングカバーズ3という CD が発売になります、はい、ガンダムの主題歌でデビューした森口さんにとってはもうライフワークのような大事なシリーズということですけども、はい、一応この3枚目で一応、うん、集大成ということになりそうですね。そうなんです、あの1を出した時に皆さんから続編を続編をと言っていただいて、で2020年に2が、で今年これで最終章ということで男性ボーカルにスポットを当てまして、はい、あの屋敷高人さんの楽曲だったり、はい、作詞作曲谷村新司さん、それから米米クラブの石井達也さんが作詞作曲した曲とか、うん、あと西城秀樹さんの単英単、はい、それから井上大輔さん、あのブルーコメッツの恵みの人とか、はい、フィンガーファイブの曲とか、郷ひろみさんの楽曲を書かれている井上大輔さんのビギニングなんかもありまして、はい、もう参加ミュージシャンの方々が驚くぐらい豪華で、そうですね、そうなんです。ガンダムは曲って言っても360何曲あるんですもんね。そうです、その40周年を記念して人気投票が行われた時に、はい、私のデビュー曲をその中から1位に選んでいただいたことから、うん、このカバーが始まったんですけども、はい、その 1,2,3、豪華ミュージシャンの方々、今回はギタリストの押尾幸太郎さん、はい、TM ネットワーク、それからピアニストの塩根谷悟さんとシングライクトーキングの佐藤筑前さんのユニット、ソルト&シューガー、アニソン界の天才アーティスト大石正義さん、ジャズバイオリニスト寺井直子さん、和楽器バンドの上永大輔さん、ゴスペルコーラスグループのボジャさん、ガンダムファミリーの相川真美さん、もう名前聞いてファンの皆さんは今失神してる、名前がもうラインナップされてますね、改めまして今日の日曜天国はゲストに森口博子さんをお迎えしています。先ほどからご紹介がありますように、累計20万枚を超えるヒットを記録したガンダムソングカバーズの第3弾、ガンダムソングカバーズ3が3月9日に発売されます。料金は CD ブルーレイセットの初回限定版が税別4000円、通常版は税別3000円です。詳しくはガンダムソングカバーズ3の特設サイトをチェックしてください。それからコンサートのお知らせです。森口博子コンサート、スターリーピーポーが5月3日火曜日、昭和女子大学ひとみ記念講堂で開催されます。会場が16時30分、開演は17時30分です。詳細は森口博子さんのオフィシャルホームページをご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークですね、5月3日そうですね、ひとみ記念講堂で、うん、これはファンの方ならずとも楽しみですね。ワン、ツー、スリーからもね歌わせていただきます。はい、うん、さあそして、はい、今お聴きいただいた曲ですが、やっぱり曲を聴くとすぐ TM ネットワークだなって分かりますけれども、もう本当に小室さんが今回のためにリアレンジしてくださって、宇宙を感じるような、まるでこう
立体的な 3D 音楽って私は感じたんですけども、そこに来て友人の木根直人さんと宇都宮隆さんと小室さんのコーラスが重厚感増してて、ご本人様の曲をカバーさせていただくのにご本人様たちがコーラスってすごい贅沢なコラボ、はい、ね、感謝ですね。もうちょっとレコーディングが夢見心地っていうか、ね、そうですね、あの、うん、レコーディングは別々だったんですけど、もうあの私のキーに合わせてコーラスしてくださってるので皆さん大変だったと思います、はい、女性のキーに合わせて、いや、うん、でも森口さんのやっぱり透き通るような声でまた世界観がぐっとね、こうね、ありがとうございます、うん、迫ってきますよ。あとこのアルバムミュージックビデオもすごく豪華で、はい、あの燃え上がれガンダムを11人編成のビッグバンドスタイルのジャズアレンジにして、はい、もうすごくあのショーアップされたミュージックビデオと、あとはビギニングをゴスペルコーラスグループのモジャさんとやらせていただいて、もう本当に神々しい歌声と、うん、オーロラが突然出てきたりする美しい映像美を森口ロコオフィシャル YouTube チャンネルで堪能できますので、はい、ぜひ皆さんあの感じていただければと思います。森口さんはジャズもやってますからね。その管楽器っていうのはその子供の頃の、はい、さっきのちびっこの番組から来てて、はい、あ、やっぱりこれも私のアイデアを採用してもらって、うん、ジャズアレンジでよし行こうってスタッフの皆さんが OK してくださったので、贅沢にもう本をたくさん入れさせてもらいました。管楽器が泣いてる感じですね。そう、泣いてますね。人生が詰まってますここに。そして、キングレコードとのお付き合いも長くなってますね。はい、おかげさまで37年デビューからずっと、はい、はい、長いですね。デビューの時がキングレコードのディレクターの方 で長く歌うことになるから自然体でやりなさいと。よく覚えてますね、そのネタ。ネタじゃない、エピソード。ネタじゃない、エピソード。エピソードはね、なんか森口さんの思いがもう強すぎるから CD についてるライナーノートとかがもう何甲子園みたいなものすごいもう保険の契約書みたいなのがついてるんだ。もうブラーってついてる。字が小さくて、字がちっちゃくて、もうぎっしりぎっしりみたいな。安住さんがもうこれ誰か止めないと字がどんどん小さくなっていく。もうね、最近ないでしょ。ないです。思い溢れちゃって、思い溢れちゃって、もう読む人のこと考えてないんだもん。もう書いた段階で終わってるから。いや、ですから次回は、これ今安住さんが手にしてくださってるのはファンクダムの開放なんですけど、もうあれでしょ、ここからイラストが浮いてくるとかいうわけじゃないよ。これで読めって言ってんだよ。ちょっと拡大鏡が欲しい。それね、そうな、次回からあの CD にハズキルーペつけてから発売しようかって話も出てるんです。真面目に、真面目すぎ真面目すぎるセットで真面目すぎる、真面目すぎる、本当に本当にやりそうだから。やりそう、やっちゃおう。いつもに私でも今回のアルバムもライナーの書くときに、誰が浮かんでたと思います？うわー、これ文字数多いな、ちっちゃくなるな、うわー、安住さん読みづらいんだろうなって言われる。マジで書きながら絶対安住さんこれ薬の説明書ばりって言われちゃうなって思ったら、もう広辞苑に昇格しててまたひどいひどいこれだから森内博子さんのことを大好きなファンの人が読むのは分かりますよ、はい、でも電車の横でこれ読んでたらやべえなって、森内博子ファンやばいなと思いますよ。これだ、80年代の同人誌のコピーみたいな。だからあれですね、まあ、写真もいっぱいあるんですよ。写真もいっぱいあるんだけど、そのコメント欄のところで一人でも多くファンのみんなのコメントを、35周年おめでとうのコメントをね、はい、載せたいと思ったら字がちっちゃーってちっちゃい、写真もちっちゃい、いろんな人が出てる。あの以前お渡しした、その前の年には、はい、安住さんとの写真もあるんですけど、 あれもあのあれあのちっちゃくなっちゃいましたね。そうですよ、安住さんのお渡しした、そのもうね、真面目、もうね、いろんな人の気持ちに応えるっていうことですよね。恐ろしい恐ろしい、恐ろしい、ちょっと恐ろしいってどういう意味ですか。だから恐ろしい、もう便座には座りましょう。便座に座って字大きく書きましょう。私の目標、目標2020年の目標、字を大きくするのと便座を座るようにしよう。この2つね、最近ほら抗菌が進んでますから。分かった、この2つちょっと突破できた時には安住さんに褒められる。ぜひ。分かった、受ける2022年の目標できました。ご無理のないように、ご無理のないように、お大事に。あ、お腹痛い。じゃあちょっとお薬出しておきますんで。わかりました、処方箋お願いします。今日は森口博子さんにお話聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。
安住紳一郎の日曜天国、朝のラジオ早口体操、実在しない東京特許許可局、実在するのは証券取引等監視委員会事務局証券検査課統括検査官。お聞きの放送は FM905AM954 TBS ラジオです。天気のいい日曜日です。今日は私の暇つぶしメッセージいただいています。世田谷区のトンコバさん、49歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の暇つぶしは自分の故郷にちなんだ相撲のしこ名と宝塚の芸名を考えることです。おあ、ご当地的なね。いいですね、いいですね。私のふるさとは埼玉県の昭和にがっちり開発されたベッドタウンで、住むには便利ですが特に風光明媚な街ではありません。大きな山も川もまして海もなく、あるのはマンション群と遠くに秩父の山が見えるくらいの丘陵地帯です。なんとかいいところを探すのですが、本当になかなか見当たらないので、電車やバスでの中途半端な移動時間にぼーっと考えていると時間があっという間に過ぎてしまいます。確かにね、ベッドタウンだとなかなか山とかね、名前の知れてるところが少ないので、ちょっと相撲のしこ名などは難儀するかもしれませんね。確かにでも、相撲のしこ名やりがいがありますね。やりがいありますね。いいのが思いついたときはもうちょっともう誰かに言いたくて仕方がないですよね。そうですね、家に帰って言いたいですね。どうなんてね、いいのができたんだけどみたいなね。宝塚の、ね、芸名もきらびやかな、ね、名前がつきますもん ね、 ね、あんまりやりすぎるとファニーな感じになっちゃうから、いい頃合いで落としとかないといけないもん ね、 確かにセンス出ますね。これはいいですね。私もやらせていただきます。あ、やらせていただきます。はい、暇つぶし、あ、いいですね、はい、私もちょっとやってみようかな。あとはそうね、確かにいいと思いますよ。埼玉県諸山町のチロリアンペロチョさん、36歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の暇つぶしはヨーグルトを平らにすることです。家にいて暇な時にはパックのヨーグルトをタッパーウェアに開けて一度ぐちゃぐちゃに混ぜてからヨーグルトの表面を平らにならしています。なぜこんなことを始めたのかは覚えていないのですが、多分左官職人のおじの影響なのではないかと思います。ギリシャヨーグルトなどの粘度の高いヨーグルトは少し難易度が高く、アロエヨーグルトはアロエが表面に出てこないようにする技術が必要なので若干難しいです。冷蔵庫にヨーグルトがあるとすぐに開けてしまうので、最近は妻がヨーグルトを買ってきてくれなくなってしまい寂しい限りです。そうですか。いやでも気持ちね、分かりますよ。分かりません。食べ物をほら食べてるときに、アイスクリームなんか食べてるときに、なんかこう綺麗になんか円形にしてみたりとか、綺麗に二等分にしてみたりとか、カレー山水作ってみたりしますですね。ちょっと自分の中の左官が出るでしょ。そうですね、私の中の左官、私の中の左官が出るはず。いるよ、ね、人間なんか絶対ちょっとした粘り気のあるものとヘラ渡されたら絶対やるよ。やらない、無作為で食べるなんて人がいたら、そんな人間はそんなシステムになってる。いや絶対やってる、縄文時代から絶対やってる。そうかもしれん、絶対やってる。縄文時代から多分暇つぶしはそれだったと思う。地ならし、地ならし、あの、ね、自分が食べたアサリの殻を並べるとかで多分絶対やってるきっと。絶対やってる。そうかそうか。安住紳一郎の日曜天国、リス、ウサギ、クマが親族間で相続トラブルに巻き込まれています。これはシュラバニアファミリー、家族仲良く聞きましょう。お聞きの放送は TBS ラジオです。安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。それではガオさよならに乗せて今日の当選者の発表です。日天オリジナルノートの当選者は、東京都中央区つばこさん、仙台市のハムスターウーマンさん、愛知県刈谷市生谷まいまいさん、佐賀ほのかさん、いわゆる医療関係者さん。カルピセットの当選者は埼玉県のヨシュアの母さん、加須市のパイちゃん、 RS5 さん。
醤油タイセレクトミニボトル5本三口醤油皿セットは栃木県下野市愛かなえさん、川口市ペンギンかパンダさん、北区お寿司さん、福島県豆もちさん、北九州市の切れ目さんです。おめでとうございます。それではそろそろお時間です。いい日曜日にしてください。ごきげんよう。さよなら。さよなら。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。3月6日のゲストはクラゲの展示数世界一を誇る山形加茂水族館館長奥泉和也さんです。メッセージテーマは最近びっくりしたこと。お待ちしています。